なた方ほど実力があればユールモア軍が相手であれミンフィリアを救い出すことができるかもしれない。しかし先ほども言っただろう、大切な切り札はできるだけ隠しておきたいんだ。あなたが見せてくれたのは単なる夜空ではなかった。ノルブラントの未来、その一端だ。私たちの手は大罪悔いをほふれない。だが希望が胸を焦がす限り立ち上がって歩いていける。それを証明しよう。急に呼び立ててすまない。こたびは皆に問いたいことがある。知っている者もいるだろうが、先ほどユールモアの総代としてランジート将軍が私のもとを訪ねてきた。彼らは大罪悔いを打った者、闇の戦士の行いにクリスタリウムが賛同するならば進軍も致し方なしと言った。ユールモアと真っ向から戦うのは容易なことではないだろう。それでも私は信じたい。100年ぶりに取り戻した空、それを見た時の気持ちを。無論己の立場は理解している。私がこの意思を示せば、もはや対立は避けられまい。それについて、お前たちはどう思う？我らがこうよ。あなたは分かっておいででしょうに。俺たちもあの空を見たら、わけもなく泣けてきたんだ。闇の戦士の素性なんて知らずとも、あれは間違いなくノルブラントに取り戻すべき光景さ。ユールモアは未だに世界の中心だ。対立すれば生きにくくなることは間違いない。位置を預かる身から言わせてもらえば、流通の面で大きな制約を抱えることになる。だが、なーに、しばらくは耐えられる。この町はそういう風にできてるんだからね。それがクリスタリウムの誇りであり、この町ができた時にこうと誓った唯一の方針だったって代々伝え聞いてきたよ。時が来たらば立ち上がれ。あなたは最初にそうおっしゃったのでしょう。いずれはびこった悲しみが日常となり、誰もがそんな世界を受け入れるようになっても、この街は抗う心を忘れるな。そしてこの地に生きた人の歴史を未来へと届けるために踏み出せとね。そうでなくたってユールモアの連中は気に食わねえしな。いつもいつもこっちの足元見た取引しやがってよ。お前それを言っちゃ台無しだろ。ならば今、我らの意思を示そう。実は
落山城に駐留しているユールモア軍は光の巫女を捕らえたとの報告を受けている。罪食いと渡り合うことのできる彼女ユールモアはおそらく再び監禁してしまうだろう。ならば闇の戦士を支持し罪食いを退けんとする我らも光の巫女を救い出し仲間に迎えるべきではないか。それをもってユールモアへの返答としよう。賛成。賛成。それにあたって策のあるものは。これで町ごと反逆者だ。あなた方も一員として加わるかい？まったくしたたかだな。あなたもあなたの町の民も。水晶子、まずはアマロを使ってレイクランドの空を制しては。彼らの移動手段は飛空艇。その出発を遅らせましょう。同時に工芸館で開発されたドリームパウダーを上空から振りまく。全員を眠らせられはしないでしょうが、戦力はそげましょう。そこに私たち衛兵団が乗り込んで巫女を救助します。わかった。その作戦で行こう。各自準備を進めてくれ。それで反逆者の一員として私たちにも役目をくれるんでしょうね。とびっきりやりがいのあるやつを。では衛兵団に加わって行動を。詳しい指示はライナから受けてくれ。